自立成長大人塾。はい、2022年2月7日、お風呂から帰ってきましたところ、カーテンがさ、入り口のカーテンがまたポールから落ちたんですよ。なのでつけようと思うんですけども、数日前からやっぱり端からさ、隙間風が来るから端を押さえないとなって思ってて、もうしょうがない、真ん中を切って、ちょっと布が足りないんですよ。だから真ん中を切って端にやれないとな、端だよなと思ってたから、でやれということで落ちました。はい、要はちょっと引っ張るとさ、ポールで K100 のカーテンって重いんですよ。だからポールでやってても、もっと太いポールでバシッとやらないとさ、ダメなところをちょっとポールと、そのなんていうの、ポールと重さのバランスが良くないというところなんですね。はい、でもそれは要は切ってという合図なので、もうね、すぐやんないとダメなの。人生の軌道修正ってちょっとだけずれたらずっとずれてきますからね。たかがこういうことでもダメなんですよ、やっていかないと。というところでカットしてみたいと思います。チョキチョキ。なのでこれは自立成長大人塾のやつです。どうするか、時間がないので先に上げよう、上げてから真ん中で切ろう。あ、ちょっとあれかな、土台しっかりしないと危ないかな、という意味はどういうことかというと、これ木の椅子があるんですけど、その下に これがあると土台がしっかりしないから外しました。土台大事です。ここからそっち見えないけど、見えてるのかな、もうちょっとこっちかも、わかるかな。なので、で、妥協はなぜ大事かっていうと、妥協しなかったら進んでいかないから、特に引きこもりの子とか妥協できなかったりして、そこで止まっちゃう子が多いんですよ、知ってる限り私の。だから、進むことを目標にすると、妥協は OK なので、はい、とりあえず、ここにね、時間を割くことはできませんので、一番、早いやり方で、なおかつやれることわかりますね。で、下からもうこうやって切っていく、要は下に何をしたいかっていうと、端と端に布を寄せたいわけですね。だからすごい、あ、雪が見えてるのかな。はい、切ります。ギリ足りないのよね。でちょうど真ん中で線が、もうすごい重いもん。これ本当は洋服用のさ、布だからさ、切ります。とにかく切ればいい、考えない、切る。そうすると真ん中が少し隙間があるけど、かあ、真ん中か、真ん中にもあるか、隙間風が入るところが、っていうことはちょっとずらした方がいいってことかね。切っちゃったけど真ん中でこのまま上まで行くよりはこの段階でずらそう。どっちにずらすか、扉がこう左側、どっちだ、あ、この下にあれだ、あるんだ、赤いやつが。ってことは大丈夫か。いや、でもやっぱり全部こう。ということは、左が、こっち側が開ける機会があるわけだから、短くしといた方がいいから、若干
ここまで切っちゃいましたけど、ずらします。いいよね。はい。はい、ずらします。ね、ここで気づいて、そのまま行っちゃって、どうしようもなくなるよりは、ちょっとのダメージで行った方がいいわけですよ。わかるかな？切れてる。あ、こっち横からする。よいしょ。はい。最初に切ったのは、ここ。真ん中。でも、真ん中にちょっと扉と扉のあれがあるから、下にさ、赤いやつはあるけど、ちょっとずらす。切ればいいです。よっ。いや、お風呂入りながらさ、思ったわけよ。いろいろ考えるじゃない？そういう時に。まあ、さっきの動画の続き。で、どこのターゲットにとかさ、どういう人たちに向けてとかさ、思うとさ、やっぱり私は男子だろうな。男っぽいから、女の子、まあ、要は男の子の教育というか、まあ教育だね、することによって女の子を子供は喜ぶわけじゃない。いい、ジェントルマンを作ることで。ね。え、これ一番上まで行かないと開かないよな。一番上まで行かないと、端には行かないよ。よっ。そう、女子はさ、女の子が得意な人いるじゃないですか。あの、きめ細かやさっていうかさ。ね。だから女子をやってくれる方はいらっしゃるわけだから、私は男子だね、やっぱね。よっ。で、上まで行って、で、これ、縫い付けてるっていうか、あれしてるけど、それ取れるかどうかな。よっ、ちょっと、取れるかな。縫って、離さないとダメかな。あ、一回取らないとダメか、ここまでは切れたけど。そうね、でもここまで切るのに下に置いといたら大変、切るの大変だから、やっぱり切るのはどっちにしたってこの状態だから、それで下に下げる。下げた。こういうの見て、でここを切りたいけどっていうことは、ポールをどっちに布を出すの？近いから見えてますよ。まあ、一番はね、こういうことをね教えたいよね。前も言ったかもしれないけど、段ボールをさ、段ボールのこう、あの紐で縛り方とかさ、でこれはさ、ここにこういうのがあるから、これ取んないと、はい、取った。取んないと抜けないと。で一番ここまで来てくれて、あっつ。よいしょ。ここで切ればいいでしょ。はい、ここで切った。ここで切る。あとのことは考えない。切る。で切って戻して、本当は時間あったらここを縫ってあげた方がいいけど、いい。時間はない。よいしょ。で、また入れる。あ、あのズボンのさ、あれが来たのよ。なんだっけ。ダウンズボンが。だから、お風呂から上がって、今ダウンズボンを持ってテントにも行きたいの。三脚さんも一緒に。よっ。はい、ずれてください。ずれてください。まあ、こういう日常のことは別にね、男子も女子も。だから子供かな、じゃあ。お子さん、あ、なんか今落ちた？まあまあ、それは、その時々で。はい。で、これで今度上につけると。要はここがほら、切れてくれたらいいわけさ。右と左に。よし、します。
ちょっと強く落ちないように強く、あら、あなたもうちょっとずらしてたんじゃないと、ずらして端っこも端っこまで、どっちだ、きつくなるのよ、いしょ、あ、きつくなった、よいしょ、でもちょっときつくするにはこれをどっちかに、これ指か、こっち、これいい、これでいい、ほんで端っこに寄せる、こっちも寄せる、隙間風が入らないように、指、もうじゃあそうするとこれぐらい必要だったのか、プラス落ちないね、そっちもこっちも端っこまで、なるべく端っこまで、でここに木があるからこれで押さえる、よっ、あ、ガツンと押さえましょう、本当はねパチパチとかねやればいいんだろうけど、まあ一回ないし、はい、押さえる、いいんじゃないの、はい、オッケーね、本当は布あとこれぐらいが欲しかった、押さえる押さえる押さえる押さえた押さえた、はい、ノルマ達成、というか気づいたことはすぐやる、軌道修正ってほんとすぐやんない、後でなんていうのを、ね、言葉をさ、後でっていう言葉を言ってる人は全然軌道修正されません、だから溜まっていくもん、それがほんのみちょっとのミリミリ狂っただけで変わっていきますからね、でこれで押さえる押さえる、まあいいんじゃないのかな、ここがあれだからね、まあ、様子を見てみましょう、というところでこれから一回切って、ダウンのパンツがあるからそれを持って店長に行きたいと思います、イエーイ。